はい、こんにちは、谷内です。いつも動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今日はですね、セミナーの案内をさせていただこうと思います。はい、やるでやるでと言ってもう半年以上空いちゃってるんですけれども、小顔セルフマッサージ全国セミナーというのを開催させていただきたいと思います。はい、これは、どういったことなんですかという話なんですけども、まあ先に日程だけ書いときました。8月18日土曜日名古屋、19日日曜福岡、その次の週の25日土曜日が大阪、26日日曜日が東京でさせていただきます。はい、全てこれはワンデーセミナーになります。1日ぶっ通しでやるよと。はい、1日やりますと。まあ、あの詳細ページはまた別に作ってるんでまた見てもらったらいいんですけど、10時から始まって、まあ夕方5時6時までできたらなと思っています。はい、どういった方が対象かっていう話なんですけれども、はい、今回はその間違えてほしくないセルフマッサージなので、人にやるやつじゃないです。人にやる、技術じゃなくて、自分の顔ですね。自分の顔をマッサージして小顔にするというセルフの、セミナーになってます。はい、なんで、どういった方がおすすめかというとですね、まあ、YouTube 動画を見て、頑張ってるけども、まあ、いまいちやり方がわからないとかね、結果が出せてないとかいう方ですね。はい、でそれでまあもちろんそれでね、うちに来ていただいてる、店に来ていただいてる方もたくさんおられるんですけども、まあ、ちょっと遠方でね、まあ、よく東京とか電話かかってきます。店ないんですかとか言ってね、はい、そういったですね、ちょっと遠いんで行けませんと、習いたいけど大阪まで行くスケジュールがないですとか、そういった方ですねに来ていただいたらいいかなと思ってます。はい、あとはですね、セルフマッサージって言ってもそのセルフのマッサージの方法を人に教えることができるんで、はい、例えば、あなたが美容師をされてたりしたら、お客さんにね、せっかく髪型は綺麗になったけど、顔のむくみもこうやったら取れるよみたいなね、そういうのを教えてあげたりとかね、もっとお客さんに喜んでもらいたいとかいう、そういったなんかそういう、まあ、美容師に限らずサービスを提供されている方とかもおすすめです。はい、あとは、まあ、最終的にもちろんエステティシャンですね、すでにやっておられる方ももちろん技術導入のために、来ていただいてもいいですし、独立会議をしたいとかね、そういった目的の方でも結構です。はい、ただですね、今回はセルフマッサージなので、人にはやらないですからね、あくまでも自分の顔でやるんで、はい、これを受けていただいてですね、人の顔にやるのも練習したいという方は、言っていただければ、いいかなと思います。はい、また別途の、ね、セミナーになっちゃいますけど、はい、スキルアップで使ってくださいということですね。はい、で、このセミナーの中身なんですけれども、もちろんこの YouTube で紹介している、マッサージを練習するので、一つちょっと確認というかね、勘違いしてほしくないのは、新しいやり方を紹介するわけではありません。はい、僕は全てのやり方、全てのノウハウっていうのを YouTube 上で喋ってます。はい、無料で。はい、なのでセミナーに来て全部知ってることだったっていうのはやめてください。はい、このセミナーの目的はあくまでも、このマッサージができるようになることです。できるようになるためのセミナーなので、新しい手法が知りたいとか、そういう知識欲を満たすために来たいとかね、そういうのはやめてください。はいはい、で、なんですけども、今回はですね、ちょっと僕も初めてその全国でやるので、まあ、大阪ではやってましたけど、東京とか福岡とか名古屋でやったことないんで、はい、今回はモニターを募集させていただきたいなと思っております。はい、モニターって何ですかというと、まあ、1日のセミナーを受けていただいた後に、まあ、お客様の声ですね、こういうところが良かったと、来て良かったですみたいなね、ことを喋ってくれる人ですね。あとはその1日やりますんで結構ビフォーアフター変わりますんで、要は顔出しですね、顔出し OK な方にアンケート書いてもらって動画でインタビューさせていただいてということをさせていただきます。なので、ちょっと顔出しできませんという方はまた今度ということで、はい、いや別にモニター価格じゃなくて受けてるんだったらいいんですけどね、はい、今回モニター価格も用意しております。はい、なんで今回はですね、僕も確実に
効果を出してもらいたいというか、そのやり方を教えるだけだったらまあできるじゃないですか。でもできるようになってもらうって言ったら、それなりにやっぱり指導時間がいるんで、あの今回はですね、ちょっと人数を限定させていただいて、各会場ですね、6名様限定とさせていただきます。つまり6666ということですね。はい、一応計算してみたんですけど、一つの筋肉を例えば練習するとして6人って言ったら1人10分でも1時間かかっちゃうわけじゃないですか。そしたらこれ以上増やしたらちょっと今の僕の指導能力ではちょっと追いつかんなという計算になりまして、はい、だいたい今来てもらってて、お客さんとして来てもらってる人に今指導するんですけど、だいたい10分15分は教えるんで、その毎回来てもらった時に、まあ、一つの筋肉に10分は最低でもいるなということで、6名様限定ということにさせていただきます。まあ、高いクオリティを保つためなので、まあ、ちょっとご理解くださいということですね。はい、はい、そういうことになっております。はいはいはい、この動画でですね、詳細を全部喋っているとですね、もうあまりにも時間が長くなっちゃうんで、ちょっと興味のある方はですね、この動画の説明欄にリンクを貼っとくので、そこから飛んでいただいて、もう一個動画を見てください。はい、その動画でですね、事前にやっといてほしい、ワークがあります。はい、そのワークをやっていただいて、これは価値があるなと、これは参加したいと思った方はですね、そのさらに下にですね、申し込みフォームの専用のページをつけてますんで、そこからあのメール送信してください。はい、で、注意点なんですけども、僕は Gmail で送り返しますんで、ソフトバンク、au、ドコモの方、Gmail が拒否になってないかどうか気をつけてください。これ毎回セミナーやった時にも毎回いるんですよね。メール届きませんっていう人。拒否ってたら届きませんから。はい、でもしその設定がわからないとか言うんだったら、 Gmail かもしくは Yahoo メール、フリーメール作って、それで申請してください。はい、で Gmail の作り方、 Yahoo メールの作り方もわからんとか言う人はもう友達とか娘さんに聞いてください。はい、そういうことですね。はい、メールが届かないとね、連絡の取りようがないのでということでございますと。はい、そうですね、あと言い忘れてることはという、はい、ないですね。もう一回まとめます。日程はこちらです。この2週間にわたっての土日を使って、この4箇所でさせていただきます。人数は6名様限定です。これは高い、指導のクオリティを保つためです。はい、で1日ですね、朝の10時ぐらいから夕方までさせてもらって、で最後に終わったら、アンケート書いてもらって、インタビューさせてもらって終了という形になります。はい、でどんな筋肉を練習するのとか、どういうふうにやるのっていうのは、詳細ページに書いてますんで、興味ある方は下の説明欄から見てください。説明欄の見方がわからんという人は今から説明しますね。もしあなたがスマホで見られている場合は、動画の下にこういった逆三角形の黒いマークがあります。はい、でこいつをポンとクリックしたら、ここにバーッと説明欄が出ます。でそこにリンクを貼っていますんで、はい、でそれでもわからないという方はパソコンで見てください。はい、説明欄が勝手に出てます。はい、この動画は以上になります。ぜひですね、参加お待ちしてますので、正直僕あんまり大阪から出ることないんで、はい、これを機にですね、ちょっと遠方の方もですね、マッサージができるようになってくれたらなと思ってますんで、よろしくお願いします。それじゃあ失礼します。